トマス・ハドソンはイングランドの肖像画家。ハドソンがジョン・ビングの肖像1749年。ハドソンがゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの肖像1749年。ハドソンは1701年にデボン州に生まれた。彼の性格は出生地は知られていない。ハドソンはロンドンでジョナサン・リチャードソンに支持したが1725年以前の いずれかの時点で意に反してリチャードソンの娘と結婚させられた。ハドソンが最も多作であった時期は1740年から1760年にかけてであり、特に1745年から1755年まではロンドンの肖像画家として最も成功した時期であった。ハドソンは多くの助手を抱え、ひだのある布を専門に描いた。 ジョゼフ・ファン・アーケンも雇っており、さらにジョシュア・レノルズ、ジョセフ・ライトや、やはり布の描写専門だった、ピーター・トムズも、ハドソンの弟子であった。ハドソンは、1748年に、ネーデルラントへ、1752年にはイタリアへ、出向いた。1753年には、トゥイッケナムのクロスディープに家を求めたが、そこは、アレキサンダー・ポープのビラから、すぐ上流の場所であった。 1750年代今つには引退状態になっていた。晩年のハドソンについて、ウィリアム・ヒッキーは彼の姿は少々グロテスクであり、背は異常に低く、腹は巨大で、いつも大きな白いもじゃもじゃのかつらをつけていた。彼は驚くほど機嫌が良く、私が気に入った点の一つは、彼が私に自分の近くに行ってほしいと何度も言ったことであった。と記している。 ハドソンは1779年にトゥイッキナムで没した。その膨大な美術品のコレクションは3度の売り立てに分けて売却された。ハドソンの作品の多くはイギリスの様々な美術ギャラリーで見ることができる。ナショナルポートレートギャラリー、国立開示博物館、テートギャラリー、個人博物館、ブリーストル私立博物館、美術館などが ハドソンの作品を所蔵している。ハドソン、トーマス。Dictionary of National Biography ロンドン、スミス、エルダー &CEO 1八百八十五千九百。ありがとうございます。